コルビー・ケネス・アラードは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、アナハイム出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2015年の MLB ドラフト一巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレーブスで、プロデビュー。3試合に先発登板して、防御率0.00。 12奪三振を記録した。2016年は、アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスと A 級ロームブレーブスでプレーし、2球団合計で16試合に先発登板して8勝3敗、防御率2.98、95奪三振を記録した。2017年は、A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、27試合に先発登板して8勝11敗、 防御率3.18、129脱三振を記録した。2018年は、トリプル A 級、グーイネットストライパーズで開幕を迎えた。7月30日には、翌31日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると報道され、当日のマイアミマーリンズ戦で、メジャーデビュー。5回をご失点ながら味方の援護もあって、勝利投手となった。 この年メジャーでは3試合に登板して1勝1敗、防御率12.38、3奪三振を記録した。2019年7月30日にクリス・マーティンとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。チェンジアップやカーブを効果的に使う頭脳的な投球が持ち味である。ありがとうございます。